作品です。よろしくお願いします。はい、じゃあまず自己紹介させてください。広島の名作といえば、ありがとうございます。高校3年生ピンク色担当、宮本月です。よろしくお願いします。なっちゃん。はい、アモンス。アモンス。高校3年生白田のドラメです。よろしくお願いします。アブ。高校1年生水田担当桜桃です。よろしくお願いします。アモン。はい、あなたを照らす明るい。ありがとうございます。高校3年生梅地担当の宮下明。お願いします。明るい。復活しました。イエーイ。おかえり。おかえり。ただいま。鳥にはなってないね。鳥になりそうって言っとったけど、鳥になった。人間だね、まだ。やれんかったか。そっか、鳥の世界聞こうと思った。鳥になってほしかったな、ね、もういっそ鳥になってほしかった。え、それはさ、いい意味な、悪いな。あ、どうなんだろう。悪い。やっと4人揃ったね。あ、あとなんかしれっと新しくカバー曲したんですけど、気づきましたか。気づいた人。あれ少なくね。少ないんだけど、ちょっとなんか今日は2部もあるんですけど、2部もカバー曲がもしかしたら何か新しいのやるかもしれないんで、2部もよかったら見に来てください。お願いします。お願いします。それではこのコーナーで盛り上がっていきましょう。以上、私たちがもみじ学院でした。